どうも、トカゲの暇男、オレハです。はい、ということで今日はですね、えっちゃんとコストコに行く予定でして、家から出発するのかと思ったらですね、えっちゃんがね、ちょっとここで待っててくれと、ちょっととある場所に来てるんですけども、なんかね、見せたいものがあるらしくて、ちょっと今ここで待ってます。待ってますちょっとね、一旦ね、えっちゃんが来るの待ちたいと思います。何を見せたいのか気になりますね。特にね、記念日でも何でもないんですけどね、まあ多分何かしらのドッキリでしょう。来ませんね、なかなか来ません。ちょっととんでもないものを見ちゃいました。あ、出落ちパターンね、すごっ。じゃあカメラ向けます。じゃじゃーんえ、あれ、お待たせ。お待たせじゃないよ、買っちゃった。え、買っちゃったじゃないのよ。いや、買っちゃったじゃないのよ。買っちゃった。いやいや、見せなさい、そこそこ見せなさい。ちょっと、え、どう、かっこいいでしょ。かっこいい。見せたいものこれですか。私の新車。あ、ある。はい、ワナンバーじゃないかよ。ワナンバーじゃないかよ。即バレ。全然買ってないじゃないの。即バレだもん。すごい、これレンタルできるんだ、こういうの。そう。すごいね。え、すごくない？すごい。え、私がさ、普段さ、乗りたいって言ってたのがこちらです。これね、レースクイーンみたい。お、いいよ。お、いいよ。どうぞどうぞ。これ乗りますよ、じゃあ。はい、私の車に。違うよ。はい、ということで、うん、私の車にようこそ。ようこそじゃないでしょ、これ。まあ一瞬でバレちゃったんだけど。高いんでしょこれ。でもレンタルで10時間で、うん、10時間 GTR、 はい、面積とかもろもろやって、やって3万。テレビショッピングみたいな。ちょっと3万。私が10代の時から人生で今回は乗りたかった車です。イニシャル D 由来の。イニシャル D の中にも GTR 出てきますね、うんうん、本当は買いたい。なるほどね。けどさ、一旦お試しの気持ちでね、うん、今日はレンタカーって。これでコストコ行くの？これでコストコ行っちゃいます。えぐ。そう、全然乗らないね。一応カバン置いてあるけどさ。いや、似合わな似合わないね似合わな、このコストコのバッグ。コストコ行く車ではないんだけど、すごいな。はい、せっかく車あるからね。じゃあこれでコストコ行くと。はい、いう出落ちの動画ですね、じゃあこれはもう。まあ、いわばそうだね。いわばもう、今のでもう動画の趣旨全部終わったのね、これで。うん、あとはもうコストコ行くだけと。そう、もう勝手に出発しましたけど。はい、なんかセロリンネちゃんって感じ。あ、セロリンネちゃんはさ、もうなんかゴリゴリにマニュアル運転するやん、うん、ちなみに私もマニュアル取ってんで、一応ね。うん、ただ、あ、これはマニュアルじゃないんだ。そう、これはね、オートマでした。うん、マニュアル、うん、車もあったんです。あのザ・イニシャル D の、藤原拓海くんが乗ってるね。知らない知らない主人公が乗ってる全然知らないんだけど俺は。主人公が乗ってるやつがあったんだけど、うん、かっこいいよね。見た目かっこよくない？でもエンジン音がちょっとなんかあれだね、近所迷惑な感じですよね。近所迷惑じゃないでしょすごい、だから今嬉しくてしょうがない。夢が叶ったと。いや、でもやっぱ買いたいなってなってきちゃうね。もうここに来るまででさ、日焼け止め塗ったんだけど、結構焼けたんだけど。これ美肌モードだから。もうどことっても綺麗。映えてますね。え、かっこいい？私、今。いや、まあ車内だから分からんけどね。車がかっこいいんだよね。私がかっこいいんじゃないんだよね。そうそうそう。そこだから誤解されるからね、やっぱり。ちょっと違うんだよね、そこ。まあでも一応今、うん、越しに映ってるサイドミラーが、かっこいい？オレンジで、ちょっとかっこよさ出てる。おー、いいね。あ、いや、車がね。車？うん、車がかっこいいんだよ。かっこいいのに乗りたい、私。日本の平均年収のサラリーマンが2年間稼ぐ分ぐらいあるからね。一般的な公務員、教員の人の年収ぐらいだね。うん、でもさ、うん、YouTuber だから買えるじゃん。YouTuber だから買えるじゃん。いやー、ちょっととんでもないです、とんでもないです。僕、そんなもらえ、買えないですよ。欲しい！欲しい！私欲しい！視聴者サービスカットもちょっと入れておきましょうかね。
オムネスト用です。いやいやいや、ね、そういう動画じゃないの。そういうことじゃ、そういう動画じゃないの、これはもうそんなんじゃないの。だったら車のいいよ、お尻側も撮ってもいいし。これ GTR か、あ、NTR の動画と思っちゃった俺。 GTR、 あ、違うんだ、これ違うんだ。 GTR の、いいよ、顔を撮ってもいいし、横撮ってもいいし、後ろ撮ってもいいし、隅から隅まで撮ってもいいんだよ。じゃあちょっと隅から隅までちょっと撮りますね。いい感じに、おしゃれな感じに撮ってあげてよ。隅から隅まで今撮ってます。隅から隅まで撮っていいんだよ、私じゃなくてね。ああごめんなさい、視界でチラチラ気が散るな。え、どうだった、私がさ、ブーンってこれできて。まあ俺あんま車詳しくないからさ。え、でも見た目もさ、ザ・スポーツカーじゃん、うん、確かに。いや、生きてんなって感じ。生きてないよ、生きてんなって。でもなんかさ、哲也さんの車に似てるよね、色が。哲也さんだからいいのよ、哲也さんのオレンジをテーマで生きてて、そのちゃんとテーマ通り。私紫にしたい、紫。えっちゃんもうなんかもう一夜漬けのさ。いやそうよ、だって一夜限りだから、一夜もない、一日中のみ。そうそうそう。自分のお金で買っちゃうか。あるよ、あるよそれ。じゃあこの後ね、コストコに向かって。うん、そんなにいっぱい今日はね買わないと思いますが、まあコストコの動画はまた別に出ますんで。はいはい、では。はい、じゃあ買いましたね、いっぱい。はい、大量に買ったわけですが、うん、帰りますよ。はい、残念ながら、うん、雨がですね、あいにくの。そう、雨が降ってきてしまって、うん、ちょっとドライブ日和から一転してしまったんですけど、まあ、買ったものは後日。そうですね、コストコ購入品紹介はまた後日私一人で撮りますんで、はい、お楽しみに。雨天決行でございました。はい、いや景色がいいですね、千葉。本日行ったコストコは幕張です。はい、じゃあここからはね、何分かな、まあ、今日朝から運転してるけど意外と全然平気ですね。はい、ということでなんだかんだ40分ぐらいで、だいぶ都心の方に戻ってきました。見てください、右斜め前にスカイツリーが。どんてんどんですけどね、まあ、あの都心部に入ったらね、あの車の交通量も増えますんで、はい、集中するためにですね、あのここで締め取っちゃいましょう。では、本日はえっちゃん GTR に乗ってドライブ、まあ、コストコの動画はまた後日に出すので、楽しみにしててください。みんなバイバイ、バイバイ。'Cause I'm a